ライブ配信で、KK さんがですね、そのプロレスの間接的証拠物をですね、一つ一つ挙げて、いろいろやってみたらみたいな感じで、ご提案されていたので、まあ、今後やっていこうかなと思いますけど、ざっくりですね、今10分ぐらいでダーって書いて、まあ、12個ぐらい出てきたんですけど、一つ一つに関して相当ね、相当いろいろありますから、多分一つの子守りに対して、1時間2時間ぐらいこうライブ配信できちゃうと思いますけど、それを一つ間接的な証拠物を挙げる。例えばね、これ4月の政党交付金請求書、2番目神奈川県、知事選挙、3番目目黒区議選挙、4番目出納責任者事件、居住実態事件ね、これ何ですかってね、例えばこれは出納責任者だったら、出納責任者として届け出ないといけないのに届けてませんよとい小木津組の出納あるわけだから、小木津組は何らかの工作員の情報をそのまま投げているはずね。じゃあそのままでいけば、大津屋かしゃんじゃんね、そもそもが、ね、そのままで行ったとするならば、ね、小木津組が今攻撃してるはずだから、出納責任者の話をやってるはずだから、そのままで行ったらね、かしゃんじゃんというかね、これっていうのは選挙前で決めてるやつだから、だから11月末の、なんつうかこうそのやつ待たなくてもいいわけ。要はこう選挙前で決まってるんで、だからかしゃんじゃん、そのまま行けばかさんならないよね。だからそういうのも全部関わってくるから、プロレスですねっていうのが関わってくるね。みんなこれ、それ一つ多分ライブ半でそれってどういうことですかってやると、多分1時間ぐらいになるって。この出納責任者だけでも1時間ぐらいになるって。これ4番目まで来ましたでしょ。5番目が、これなんだっけ、あ、そう政治口座凍結してるのに政治活動してますよっていうことね口座と少なくとも5月10日ね、5月10日、少なくとも政治活動してるでしょ。どうやって口座凍結してんのにどうやってやってるんですかっていう話ね、まあ、いずれそれの対策もやってるだろうけど、6番目、奇跡的に口座名一緒ってこれ4月のやつと多分ね、番号は違うかもしれないけど、奇跡的に口座名一緒なんですよ。だってそもそもが口座をやまなくなる一般人とね、やまなくなる一般人と、大津屋が口座を買いに来たわけでしょね、でそれがバレたわけでしょ。やべえじゃん、ね、やべえやつじゃん。そしてリソナにも電話が行き、総務省にも電話行ってるわけでしょ。やべえじゃん、政党助成室そんなところに、そんな口座にやっちゃダメじゃん。で7月に同じ名前に行ってるから同じ人がねやって、じゃあ乗り弁にしてるってことは、そこの口座番号が違うかもしれないけどね、それを全て承知の上で我々の貴重な8300万円を、政党助成室が振り込んだわけでしょ。いや、まあいろいろあるんだけど、それ5番目ね。6番目、奇跡的に、あ、これ 6番目ね、ごめんね。で、7番目、のり弁の金融機関名言っちゃってるでしょ。だから口座凍結させるために言っちゃってるの。でも、それ言っちゃいけないやつだから。これ何回も言ってるけど、言っちゃいけないやつを言っちゃってるっていう。ね。だからプロレスの証拠物の一つ。どっちサイドでも言ってるからね。ね。いや、大津屋サイドがそれ言っちゃダメですよって言うべきなのに言わないでバンバン言ってるわけ。リソナに電話しましたとか、なんかいろいろね、斉藤健一郎さんと私のあれがあれば、できるみたいですってリソナが言ってますって言っちゃダメだって、総務省が言っちゃダメっつってのに言ってるわけでしょ。はい、8番目、7日以内作戦。これいっぱいあるから、7日以内作戦は13の書類集めて11のやつがすっと通さない状態、何らかの傷を持ってて、でその傷を持っている対応がこれだから、8番の項目だけでも枝分かれして10個ぐらいになるから、多分でもめんどくさいでしょ。だから7日以内として8 めんどくさいでしょね。これを決定的に間接的な情報公開請求のやつと動きがありますから、総務省の動きとかも全部、ありますから、だからこれに1時間2時間で終わらないです。この7日以内作戦8、たった一つの12個ぐらい上げたんですけど、12個 のうちのたった一つの8も枝分かれ10も何十もしちゃうから、これだけでも3、4時間ぐらいあるわけ、ね、プロレスだって分かる。要はそれを認識して、総務省も認識してるよという動きも分かるわけ、電話とかしてるから。でだから8を説明するだけでも相当時間かかる。9番目、オナニー関係の立花孝志。これ分かりやすいでしょ、ね、
会計責任者が外れてましたっていうやつと、ホリエモン新党が外されました。ホリエモン新党の代表者は立花隆だからそれ知らせられないわけがないから、ね、知ってた上でオナニー会見の中で初めて知ったって。だからあの質問した人ももしかすると桜かもしれないし、ね、常に大津彩さんのやつをチェックしてて、その会見の時にあれホリエモン新党が外れましたよとかって言ったのかもしれないし、わかりやすいですよ。これわかりやすいですよ。オナニー会見の中で、あ、これオナニー会見って言ったのは私じゃないですからね。サーファーたかしさんが言ってて、それわかりやすいので、一応それでやった立花先生の演技が、下手くさだったからプロレスだってわかっちゃいましたよねって。ね。いろいろあるうちのたった一つそれ。で、皆さんわかりやすいのこれでしょ ?9 番。わかりにくいのこの 7回以内作戦。それ、ね、私の情報がまとまってないのもありますけど、ね、全部言ってないから。総務省との5月からのやりとりとか全部言ってないから。だからそれ等に動きから分かっちゃうことがあるからね。間接的に。でも、オナニー会見は分かりやすいでしょ。ホリエモン新党外れた時に、外れた ?7 月24までバックデートしたってって、その7月24っていうのはね、この7日以内作戦のうちの一つだから、だからそれをやっちゃったことにより、あ、俺の動画見てんなっていうのが分かっちゃうわけ。立花隆が私の動画を見ています。ということは、私の動画にコメントしてる人たちも、国政政党を作り上げた立花隆が見てますから、気をつけてくださいね。で、あと10番、クロちゃんが総務省のホームページに粘着してる。これは私が一番プロレスだってわかるやつね。これ黒川敦彦という忙しい翼の党の、ね、代表者ですよね。忙しい人が総務省のホームページの階層深いところを常にチェックしている、もしくは誰かにチェックさせている、もしくはクロちゃんに対して誰かそういう工作員が湧いた、ね、でそして、ね、それにも気づかないで、もしくは気づかないふりをしながら、そのオナニー会見の最中かその直後に、ツイートで、やってるわけ。総務省のホームページに粘着してるというね。ね。そして大津彩香が会計責任者になっているというのを告示する、要はインフルエンサーとして役目をクロちゃんが果たしたわけね。いや、そんなことしなくても官報待ってればいい話でしょ、そもそもがね。それかもね、官報が出ないっていうことが分かっちゃうから、それ官報かっていうか総務省が発表してないっていうことが分かっちゃうから、で後で、何日に戻るかなって見ててね、おそらく7月3日の広瀬さんも入れてこないとやばいことになるから、広瀬さんも入れてくるんだろうなって。これだから8番との絡みなんだけどね、8番のとの絡みなんだけど、10番分かりやすいでしょ。みんな分かりやすいよね。黒川敦彦という人間が法務省の階層深いところの組織変更届けをずっとね24時間貼っててこうねチェックしてて、あ、立花隆が会計責任者じゃなくなった、大津彩香になってるっつってすぐさま X に出すこと普通ありますかってないでしょってね。じゃあそれ総務省が発表するタイミングとか全部分かってるわけ。なんで黒川敦彦は分かってるんですか。黒川敦彦ごときが総務省の動きなんでそんなに分かってるんですかっつったらね、本来であれば立花ともつながってない大津ともつながってない黒ちゃんでしょ。なんとなくはつながってるかもしれないけど、そんな重大なことをつながってるわけがないのにね、流れてくるということでしょね。分かっちゃう、分かりやすい大根役者ね。はい。で、11番、ヘタレすぎたの X。これは最近のやつね。最近のやつ。今日の動画のやつね。みんな今日の動画見てね。ヘタレすぎたの X で、あ、こいつもレスラーねってのが分かっちゃう。もしくは、レスラー黒川のに準じて、黒川の指示により動いているだけ。ね。あと12番、総務省のモール信号。ね、衆議院議員選挙のそのやり方、要はね、とか組織に対するその構成要件として、党首と、国会議員というやつを外した、10月5日に外したという官報を出してるんですけど、ね、それ、普通別の日にやってもいいんだけど、10月5日のやつでしょ ?11 月に出してるわけでしょ、ね、同じ日に次のページに出してるわけ。ね、だから、あ、変わったんだなっていうのが分かるわけ。我々に言ってないけど、大津さんサイドも、ね、立花さんサイドも言ってない。ね、で、あとね、ヘタレすぎたの X 見てたら、政経ゆっくりチャンネルが、衆議院補選選挙になんで出れたかがこれで分かりましたって言ってるわけ。いや、で、分かんねえよって話。我々ね。それ分かるのは、プロレスやってるっていうのを気づいてる人間しか分からないから、だから政経ゆっくりチャンネルは、プロレスだっていうのを気づいてるってこと。分かりましたか？
11番、12番、ね、総務省のモールス信号があって初めて、見直してみて、杉田さんはどこからレスラーになってるのかなって見直したところに、それにぶら下がってるのが整形ゆっくりチャンネルのツイッターね。だからこういろいろ後で見返せば、この時からこの人はみたいな、ね、そしてそれはプロレスだと分かって いなければ発信できない言葉ね、衆議院議員の補欠選挙に確か大津坂さんが党首になってから出してるはずなんですよ、ね、そして出してるやつの、ね、出せる言い訳ですとかそういうのを立花さんが動画で作ってると思うんですけど、ね、であればこの10月5日に出した官報の変更は何なんですかって話になる何なんですかって話になるわけ。いや違うことかもしれないよ。今後のことを見捨ててのことかもしれないし、ね、5月にやってしまったことを、あ、これもやっぱ変えてないといけなかったみたいな形でやってるのかもしれないし、わからないけど、ね、おかしいでしょ。普通どっちかが言うはずだから、その10月5日の変更の関心にして、ね、でだから立花さんは言えないはず、もう外れてんだから、ね、立花さんが言っちゃうとますますプロレスだって分かっちゃうから、大津やかが説明しないといけないわけ。一切説明しないでしょ。なぜかつら大津やか分かるわけないからね、プロレスだから立花隆の脚本の中でやってるから、立花隆が変えてんだけど、立花隆が、N 氏に対して説明できない。当たり前でしょ。もうね、役職離れたのになんでそんなことできるんですかってなるからね。会計責任者だってもうすでに7月17日に大津やかに言ってんのに、なんで10月5日の変更がね、に関して立花隆が説明できるかって説明できないでしょ。だから総務省のモールス信号だっつってわけ、ね、プロレスこれ12あるこれ一つ一つ何です、それってどういうことですかって言われたらライブ配信で説明できるって、ね、全部ね。だから杉田さんがなぜあのツイートをしたのかどうか知りたいので、ぜひライブ配信に来てくれればね、まあ、あと翼の塔でやってますってさ、そこでもいいですよ。1対1で話せれば、ね、囲ってこないで1対マンツーで囲って、ね、その次翼の塔関係でやっている、まあ、杉田さんの YouTube チャンネルでもいいですけど、そこに出ているやつを私の YouTube チャンネルでも流してやれば、対等でしょ。そういう形でどうですか。まずとりあえず12ぐらいある、もうこれ以上も多分あるよ、見返していけば。今昼休み中にささっと10分ぐらいで、ね、KK さんのアドバイスでこうやったやつが12個だから、この段階でも、ね、まだまだあるって。しかもこの1個にまとめてるやつも本当に細かく分解していけば、分かりやすく分解していけば、もっともっとあるから個数ね。これだと逆に分からないでしょ。ね、まあいいんだけど以上です